焼津市は全国有数の水揚げを誇る日本を代表する水産都市です。マグロ、カツオ、サバ、シラスや桜エビなどの海の幸は伝統ある卓越した技術を持つ市内の水産加工業者によって製品化され、四季を通じて全国の食卓を彩ります。それでは焼津を代表する漁法や港の様子を見ていきましょう。まずはマグロやカツオを漁獲する遠洋漁業です。最初にマグロはえなわ漁の紹介です。マグロはえなわ漁は最大 180km にわたる縄を仕掛けに使う漁法です。縄には約3000もの針を仕掛け、食い気があるマグロのみ釣り上げることから資源に優しい漁法と言われています。マグロはえなわ漁はこのように南半球を主な漁場に操業されます。マグロはえなわ船が漁場へ向け出港します。漁期は約1年と長期に及ぶため、出港は家族関係者が見送る中盛大に行われます。マグロはえなわ漁は時間を要する漁法です。まずは投げ縄作業を約5時間かけて行います。餌はイカ、ムロアジ、イワシなどを混ぜて使います。一定の間隔で枝縄に餌を取り付け、海に送り出していきます。投げ縄終了後約4時間、マグロがかかるのを待って揚げ縄作業に入ります。幹縄が巻き上げられるのにつれて、引き寄せられたマグロを手かぎ棒や機械で引き上げます。揚げ縄作業は約12時間、中には100キロに迫る大型のマグロも揚げられます。釣り上げられたマグロは鮮度を保つため、すぐにエラと内臓を取るなどの下処理が行われます。下処理されたマグロは急速冷凍された後、魚体の表面を氷の膜で覆うグレーズ処理を行います。その後魚倉と呼ばれるマイナス60度以下の保管庫に保管されます。長い航海を終え、魚を積んだ船が焼津漁港に入港します。入港後水揚げに向けた準備が行われ、後日水揚げが行われます。水揚げ作業はクレーン車が用いられ、漁槽からマグロを釣り上げます。その見た目からマグロ釣りとも呼ばれ、水揚げを代表するシーンの一つです。水揚げされたマグロはマイナス60度以下の超低温冷蔵庫で保管され、競りにかけられるなどして出荷されます。カツオは2つの漁法により漁獲されます。まずは海外巻き網漁から見ていきましょう。海外巻き網漁では全長が約2km にも及ぶ網を使用し、本船と小型船が魚の群れごと漁獲する漁法です。海外巻き網漁は太平洋の赤道周辺が主な漁場です。海外巻き網漁の漁期は約1ヶ月から2ヶ月です。このように水面が騒がしくなっているのは魚の群れによるもので、ナブラと呼ばれています。海外巻き網漁ではナブラをヘリコプターで上空から探すこともあります。このような群れを発見したら、まずは本船が群れに近づきます。網の一端がついた小型ボートを下ろし、その後群れを取り囲むように小型ボートで網を引っ張りながら広げていきます。取り囲んだ後、本船で網の一端を受け取り、円を徐々に小さくしていきます。その後魚をまとめて本船で取り込みます。網の中に目を向けると多くの魚が取れているのが見えますが、毎回このように取れるとは限りません。狭めた網の中から魚をすくい、漁槽に移し魚を冷凍保管します。続いて一本釣り漁の紹介です。一本釣り漁では
魚の群れを発見後、餌をまき散水します。散水により餌の小魚がたくさんいると錯覚したカツオをおびき寄せ、竿で釣り上げます。一本釣り漁は日本から東や南へ行った海域が主な漁場です。一本釣り漁の漁期は約1ヶ月から約2ヶ月です。漁場に近づくと魚の群れを探します。群れを見つけたら船を接近させます。接近後、餌を撒きながら散水、疑似餌のついた竿を下ろし、次々と魚を釣り上げていきます。釣り上げられた魚は急速冷凍され、漁槽にて冷凍保管されます。船の入港後、仲買人が取れた魚を吟味し、競りが始まります。競りの終了後、魚はクレーンやベルトコンベアによって水揚げされます。同時に魚種や大きさに基づく選別作業がされ、超低温冷蔵庫へ運び込まれた後、商品化されます。一本釣り漁で漁獲されたカツオは主に刺身、たたきとして、海外巻き網漁で漁獲されたカツオは主にカツオ節、缶詰等の加工品に使用されます。